い、どうも、銀杏と申します。スクールデイズ L&H 今回で28回目です。今回は第3話初体験からの続きの第4話から始めていきます。あれから世界の内に行ったあの日から、そのまま俺たちは毎日のようにお互いの内へ通っていた。気がつけば俺たちは人目を忍んでこんな風にいつでもお互い一緒にいるようになっていたんだ。きちゃん、ごめんなさい、委員会長引いちゃって。いいよ、平気だってな。うん。次は42分の快速か。すぐだな。こっちは51分。結構待つな。ごめんなさい、西園寺さん。いいって、別に。でも、もう来た。はい。じゃあ世界、またな。うん。これはこれでひどいね。座席空いてますよ。なんで座んないんだろうね。振りほどきます。悪かったな。でも世界が熱中しすぎるからバレそうになるんだぞ。ああ、そういうことを言ってところでさ、なあ、どうかした？選びません。いや、なんでもない。そう？ひでえ。あ、そういえば知ってる？昨日テレビでね。おかけになった電話は現在使用中です。もう一度かけ直すか、発信音の後にメッセージをお願いします。琴の葉です。またお電話します。おやすみなさい。お姉ちゃん、お風呂って何ため息ついてんの？なんでもない。ああ、恋の悩みだ。例の彼氏？うるさい、あっち行ってなさい。はいはい。お母さん、お姉ちゃんがね。ココロ、おしゃべりちょっと電話するだけなのにな。まだ緊張するよ。おはようございます。おはよう。昨日電話したんですけど、お話し中でかけ直そうと思ったら寝ちゃいましたよ。ごめん。いえ、朝会えるし
急がなくていいかと思って。そっか。それでなんですけど。ああ。明日学祭じゃないですか。だな。今日は設営日だし。ですよね。うちのクラスも大わらわです。うちも。どうしてこう直前にならないとみんなやらないんだろうな。本当ですよね。俺も明日は厨房でケーキ切ったり紅茶入れたり大忙しだよ。あ、忙しいですか。琴ノ葉だって実行委員だから忙しいだろ。そうなんですけど。何かある。あのですね、ま、一緒に回りませんか。あ、学祭。はい。学祭ね。ダメだ、選びます。ごめんね琴ノ葉。ダメだ。ほら、俺明日厨房にこもりっきりだから。交代とかないんですか。琴ノ葉だってずっと詰めっぱなしじゃないのか。交代は確かに来ないかもしれないです。だろ。はい。しょうがないよ。じゃあ高野菜だけでも。高野菜。学祭終了後にグランドで高野菜があるんです。高野菜ね。その、フォークダンスで一緒に踊るの。俺がフォークダンス。ダメですか。ダメだを選びます。かわいそう。ダメだ。苦手なんだそういうの。そうですか。ごめん。いえ。はい、紅茶ケーキセット2つ。急いでね。コーヒー3つとシュークリーム、アップルパイ2つと。次これとこれね。分かってるよ。たく、忙しすぎる。悪い、遅くなった。よかった。ようやく交代か。ああ、ここからは俺に任せろ。世界どこ行った？なんだ？お前、どこ回ってきた？ああ、体育館で演劇と英検の自主制作映画かな。一人でか？るせえ、ほっとけ。そっか。なんだよ、その哀れむ目は。別に。お前はどうなんだよ。俺か？俺は…内緒だ。なんだそりゃ。まあお前は西園寺いるしな、さっさとイチャつきに行け。なんだよ。し、し。大好きには世界とイチャつけなんて言われたけど、その世界も見つからないしな。どうしたのかな。世界を探します。伊藤。なあ清浦、世界見なかったか。世界ならもうすぐ戻ってくるけど。え、買い出し頼んでたから。ごめん、ちょっとかかった。ほら。ああ。ポテサラ見つからなくて探し回っちゃったよ。はい。うん、ご苦労様。ところで、うん、世界、あとはもう何もないよね。うん。伊藤が一緒に回らないかって。え、おい。違った。違ってないけど、お前に何も言ってないのに。ふ。まあ俺もあと暇だから。私も暇だよ。じゃあ一緒に回るか。うん。でも付き合ってとかいう話になってないよね。回るって言ってももう結構押してるからそんなに出し物ないよね。そうだな。うーん、まあどっか落ち着けるところでいいんじゃないか。落ち着けるところね。あ、そうだ。ん、どっかあったか。うん。どこ。
いつものところ。夕日、綺麗だね。だな。いや、なんだかね。甘露寺たち、マジで俺らが付き合ってると思ってるんだな。うん、みんな、私と付き合い長いし、バレバレだったもん。私の気持ち。だから、一緒にご飯食べに行き始めた頃から、すっかり付き合ってるもんだと信じてるんだよね。困った、困った。誠の本当の恋人は桂さんなのにね。そうですよ、付き合ってないですよ。そういうこと言うなを選びます。そういうことを言うな。ごめん。俺だって。学祭もおしまいか。あっという間だったな。だけどちょっと満足した。そうか。知ってる？学祭一緒に回る男女はカップル認定なんだよ。カップルなのか。今日だけでもカップル気分満喫だよ。本当はこのまま高野祭のフォークダンスまで行きたいところだけど、さすがにそれはまずいし。知ってる？高野祭で一緒にフォークダンス踊ったカップルは、その年絶対別れないってジンクスがあるんだって。その年ってのが妙なリアリティだよね。誠はどう思う？誠？俺、世界と痛い。ダメだよ。言ったでしょ、高野祭はカップルで行くものだから。ここで踊ろう。ここで。ああ、ここならフォークダンスの音だって聞こえる。まあ見せつける観客はいないけど、その分世界とずっといられるしな。ダメか。ずるい。そうやってすぐ私がしてほしいことばっかり言うから。当たり前だ。うん、俺だってしたいことだよ。うはい、ありがとうございました。世界とイチャつくならことの葉とちゃんと別れてからにしてほしいですよね。はい、では次回はこちらの続きから始めていきます。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。